押し込まれる今度は前線に清水の選手かけていることで最終ライン、はい、神戸の最終ラインが守備がしにくくなる場合もあるんで、はい、さあ中に入れてきた、さあ飛び込んできた、セアゴサンタナ今日にても、おっとこれはただオフサイドの判定です。